植田万平植田万平10月4日から1935年7月8日は日本の内務官僚、実業家、感染県知事、熊本県山草出身、植田稲穂の長男として生まれ、植田松彦の養子となる、第五高等学校を卒業。1906年、東京帝国大学法科大学を卒業。同年11月、文館高等試験行政科試験に合格。 内務省に入省し、北海道町族となる。以後、北海道町事務官、香川県事務官、警察部長、農商務参事官、同書機関、静岡県内務部長、京都府内務部長、大阪府内務部長などを歴任。1921年5月、岐阜県知事に就任。三大川上流改修、県庁舎新地区、当時期試験場設置。 自作の省令資金制度の創設、軍政廃止への対応などに尽力。1924年6月、宮城県知事に転任。東北振興第一期総合計画を推進。1926年12月、知事を辞職し退官した。退官後は、実業会に転じ。1927年9月。 郷里熊本の電力会社熊本電気株式会社の第四大社長に就任する。同社では積極経営を展開し、県外進出を推進、鹿児島県の鹿児島電気や熊本南部の熊川、電気、大分県の武田水電などを参加に収めた。1929年4月にはこのうち熊川電気の社長にも就任している。また同じく、 熊本電気系列の熊本保全や九州電力でも社長を務めた。しかし在職中の1935年7月8日、出社中に教官に襲われ急死した。五57歳没。ありがとうございます。